ところで花は、何とは言いませんが儚い子ちゃんなんですね。エーデちゃんは儚い子ちゃんを演じることが多いですが、そういう役を呼び寄せる体質なんでしょうか笑いということで、あー理解理解、儚い子ちゃんでしたね花ちゃん。そうですね、なんか、うん、そうロッカールームでねお着替え体育着から制服に着替えた時なんかスースーすると思ったらなかった、まあ師匠らしいかみたいないやミコがすごい冷たく突っ込んでたねあのシーンですけども、疲れ切ってましたからミコちゃんはちょっとなんだこいつ感がね長い付き合いとは出てましたけど、うん、そういう役多いんだ。確かに基本あの何も着たくない子とかは演じたことがありましたねそういえばそういうボイスなのかないやそんなバカな儚いボイスあのそっちの儚いなんかこうふわふわふわ儚い子だみたいなじゃなくて私は履きませんみたいな物理的な儚いボイスなのかな